はい、毎日学習会の林です。花です。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。今日は慶応義塾大学の経済学部2017年の問題です。よろしくお願いします。ちょっと A、B 両方と見ていきましょう。A は、ソクラテス的論者とはどのような議論をする人のことなのか、課題文に基づき200字以内で説明しなさいという問題です。B は、ソクラテス的なやり方で議論する能力を持つ人材は、組織、企業、行政機関などにおいてどのような活躍ができるか、またそのためには組織はどのような条件を備えることが必要か、課題文のみにとらわれずあなたの考え400字以内に論じてくださいという問題です。じゃあちょっと一個一個やっていきましょう。A です。ソクラテス的論者とはリベラル教育を通じて伝統や敬意を盲信することなく自分自身で考え議論できると思ったらあると。なかなか難しい、ハードル高いよね。で、そのため既存の権威や仲間の圧力、周囲の集団の意見に安易に同調することなく常により妥当な方向を目指して物事を検証する批判的な態度を取る。一方で相手に敬意を払いその意見を公平に検証しようとする態度を取ることで各々の立場を明らかにし異なる意見の間で一つの結論を共有しようとする契機を作ることができるという一面もある。偉いね。ここまで来ると本当に思考停止みたいな感じになりますけど、あ、偉いなみたいな、こうそういう感じですね。はい、まあだからなんて言うんだろう、こうさ、日本だと結構こういう人少ないよね。こうだから結構さ、日本人の会議って6人集まったらさ、偉そうなやつが1人いてさ、適当に意見言ってさ、あ、みんなそうですねって終わるじゃん。なんかあんまりその飲み会の方がいい意見出ること多いんだよね。こう、あれ実はあの時本当はさみたいなさ、ね、はいはい、だから結構日本の飲み会って、日本の会議っていうのは飲み会と結構セットなんだよ、ね、会議をやる前に大体もう決まってることが多いから会議は無理なんですよ。まあ、なんか建前的な感じ。俺は極力本音で言うように言ってるけど、だからやっぱ元々ベンチャー企業にいたとかって人じゃないと無理。無理。なんて言うんだろう、本音で言うっていう文化がそんな根付いてない。あと韓国にいる日本人は韓国人と一緒に割と本音で言う文化はあるけど、まあ、基本難しい。日本ではこういう人あんまりいない。で、B の話なんですけど、ソクラテス的論者の話で、まあ。このソクラテス的論者で、まあ、その企業においてどのような活躍をしてますか、組織はどういうふうな条件を備えることが必要ですかって、まあ、まず日本でソクラテス的論者がいたらさ、いや外資系企業とか覗いたら活躍できねえわ。どのような活躍をしてますかって、活躍してませんとしか言いようがない。で、まあ、もちろんね、その日本の会社の中でもこういった活躍してる組織ってあるのが、まあ、極めて稀だろうなと思います。で、ソクラテス的論者の働きを阻害するものはじゃあ何ですかっていうふうな話なんですけど、まあいろいろあるんだけどさ、まああのあれなんだよね、結局さ、その意思決定裁量が何にあるか分かんないけど、こうさ、それこそなんかそう、ちょっと前に話したの、イベサーの共同代表みたいな話だけどさ、そのなんていうか、誰に裁量権があるかよく分かんなかったりするんですよ。で、誰が責任を取るかよく分かんなかったりする。なんかみんなの意見を聞いて、じゃあこれでいこうかみたいな感じで調整するとか上司だったりすると、もう最悪なんですよね。誰も責任取らないじゃん。で、誰が責任を取るのかっていうのが明確であるってことがすごい大事で、うまくいってない会社ってさ、それがすごい曖昧なんだよね。こう、その誰がその責任を取るのかっていうのが、そのいまいちよく分かんない感じになってるから大変厳しいものがある。あ、でもそういうのって、ね、うん、そこがやっぱり非常にそのやっぱりやっていく上でかなり大変になるんで、そこを多分解消するだけで相当変わるんですよね。だからその辺っていうのはやっぱり考えなきゃいけなくて、それがないと、うん、かなり厳しいものがあるなというのは、まあまあ正直なところあるのかなというふうには思います。だからその誰が意思決定するかっていうことを明確にする、誰が責任を取るかっていうことを明確にするってことが大事で、まあ、当然その責任を取るからにはその責任を取るなりのちゃんとこうその待遇っていうのも必要なんだけど、でその責任を取るなりの待遇がなぜできないかっていうと、その普段からこうお金を取ってないからなんですよ、ね、付加価値をちゃんと生んでないから待遇を良くすることができないんですよ。だから結局責任取らせることもできなくて、最終的にはこう誰が責任取るかよく分かんないみたいな感じになるんだけど、だからそういう意味で付加価値を増やすということが大事だよね。だからそのただでサービスをしない、はい、例えばうちで言うとそのさ、なんか死亡理由書とかちょっとどういうふうに書いてあればいいか分かんないからサンプルくださいとかさ、まあ、それ基本的にうちはサンプルも作ってるただであげるんですけど、だからその僕個人の見本くださいミロレとかっていう人もいるわけですよ。で、それは俺はしないですけど、はい、まあ、もしその個人的に見本が欲しいんだったらお金をくださいと、人
文字20円って言ってますけど、あの一文字20円だから、例えば2000字の死亡理由書とかだと4万円なんですよ。結構高いでしょ。だからまあそのなおかつ見本だからそのまま出すことは許さんっていう、そういう形ではあるんですけど、やっぱりね、そのそれぞれの段階で付加価値をその取っていくっていうことがすごい重要で、それができるかどうかっていうところがちょっと鍵なんですよ。でそれができるかどうかっていうのがやっぱり非常に大事な部分だから、大体みんなさそういうこと言うんだけどさ、あとはほら学校の先生が推薦状とか書いてくるときにさ、学校の先生書けないから見本くださいとか言うときあるんだけど、それもちゃんと請求しますから、ね、あのでそうするとなんか請求すると意外とじゃあいいですなったりするんだよ。ただでやってもらえると思ってんだよ。やっぱ日本すごいデフレ経済だからさ、はい、それがすごく良くないなと思ってて、ね、私は逐一そういうのは請求するようにしてます、はい、あのそれはすごい大事、うん、でそういうことをしないとなんか付加価値を生んでる仕事をしてるのになんか全然こうそのお金が増えないみたいなことになりがちなので、うん、そういうところをやっぱしっかり考えるっていうのはすごい大事なんですよ、はい、その部分はしっかりやっていくっていうところが、まあ、考え方としては非常に必要かなとは思います、はいはい。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。下の概要欄から LINE アットで無料相談、10日間無料体験、10日間無料添削をお申し込み可能です。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。